チロルズ2対ナオヤさんたちのところです。チロルズにはレフトがツさん、ライトがショウマさん、レフトバックがミホさん、ライトバックがショウさんです。レイカさん、あ、もう勝っとる。上には上がれたけど、2回負けた。私たち次勝たんと負け、はい、勝っても、うん、もう上には上がれる。いや、俺らが、あ、勝たんと負け、勝たんと確実に負けた。頑張れ。うまい、なんだあのすご技。カリンが来た。前、俺の前でいい？マジ？おー、ナイスキー。どっちが勝ってるの？多分今、チロの方。私のしかない。誰かは持っとったらいいけど、何なんだろう。取ります。どこでですか？取ります。勝てば上や、負ければ下や。おもろ、大好き。今何段チェンコ？73チェンコです。白2が勝ってます。でもあれだよね、どことしてたっけ、林さんのところと、林さんとしてだから、ずっちん、ずっちんだ。やばい。林さんがやばくない日はちょっと、あれ。それはもうそれか決勝戦。あれ決勝で名前されます。左手で打った今。左手で打った。綺麗だったよね今ね。すごかった。おった。さつきが日向やった。もうちょいで上げる。ありがとうございます。靴下に今日目合った瞬間飛びされた。顔がムカついたけど、そんなムカついたの知らんが、
れてる後輩も後輩じゃない後輩の人も来てた会場300円とかなんかさ、直江さんたちめっちゃ大人直江さんたち予選も楽しんでくれましたけどいや、よく言うと林さんも多分同じことでああ傘が来た日陰でかい傘が来た日陰くん日陰っていうのいや日陰くんわあれどっちかね静かかなかっこいいかっこいいわおうわー今ナメさんネットの上から顔見えたんやけどどんだけ飛ぶあごめんいいよいいよ全然全部ナメさんが集めたチームの人多分そうやな同級生あれよ女の人たちはあれよ絶対級ってチェンコです兄弟よ双子の人って双子とお姉ちゃん前回なんなんて言ったっけ11対9 11対9で淳さんと強かったで負けとったえ負けとった淳さんたちが負けとるの負けとるあ逆転されちゃったんだね今は12対19かうん俺だけがやばい。おいら、次ここのさ、おいら。ここ池崎さん勝ちらしい取って大丈夫ですか強かったくねグッズ良かったくらいびっくりしたわ熱であんまじ怖いましてやなんかゴリラみたいになってたやつ怖いよいや、パンチ負けだちょっと待って。
わおうわやばほんとなんなんおいらなんなんはい、12対16で直江さんたちが勝ちました。お疲れ様です。お疲れ。さよなら。